え、どこでだっけ、どこでだっけ、あ、分けた、プロモーションビデオを撮ってくれる、美穂ちゃん、京田美穂さん の、 あの歌手のアーティストなんだけど、クリエイターもしてて動画撮影してくれるってことで、あの DV やるときに衣装すっごいここ可愛いですよって教えてくれたんだ。そう、R インポートクローズ、もうこちらね、そうプロモーションビデオでも衣装を借りてすっごい可愛い、もう見るものすべて可愛いんですよ、見てこのジーンズも超かわいいよ、そんな高くない、いやかわいいな、この金のボタン、やばい、かわいい、こういうのでさ、チューブトップ、あ、チューブトップかな、こういう感じ、かわいい、かわいいよ、すごいかわいいですよ、ビスチェ、はよー、間違いだね、間違えるかも、はい、なんか若干ちょっと危なっかしいの選ぶ感じだね、いや、かわいい、プラプラしてるのが、うん、私10代の時すっごいオレンジが好きだったの、うんうん、今はなんだろう、まあ、毎月、ね、変わってく、今は本当にもうなんか 癒したいっていう気持ちが強いというか、グリーンとか、あ、じゃあ変わるんだ、でもラベンダーはずっと好き、ラベンダーカラーの、あの紫は意外と好きかもですね。色が確かにこれも。あ、スカート下に下げてみて。あ、めっちゃ可愛い。夏ね。ちょっと今はちょっと冬だから。これは夏白い。はい。おもちゃはやっぱり可愛いじゃなくて、私もいくつって言われるんですよ。全然可愛いじゃなくて綺麗系のタイプ。おお。ね。うん、だから可愛い格好しても、どっちかというと可愛いじゃなくてやっぱ素敵に見せた方がいいと思う、タイプ的に、うんうんうん、今日とかもそうじゃん、可愛いじゃなくて素敵に見せる、綺麗に見せる方、もうこれ格好めっちゃ似合うの分かってる、もう分かる、本当もう分かるでしょ、自分の濃い感覚ない、なんかそうそう、濃いやっぱ好きです、うん、はい、こっち系大好きなんですよ、そういうナチュラルじゃん、ナチュラルじゃん、ナチュラルのイメージ、ちょっと YouTube 家ってもう、まあ、毛だらけじゃないですか、毛はすごいすごいですよね、うちももう犬ばっかり飼ってて、あ、そうなんですか、もう小型犬だけでもすごい量ですからね、もう1日ぬいぐるみできちゃうでしょ、1日でってことだ、もうね、すごいんです、ですよね、もう甘髪とあざだらけ、いや、もうかわいい、めっちゃ愛犬家です、まあ、それとこれとできた、どうですか、ちょっと欲しいですね、とにかくリボンがすごいなって、あ、いいですね、そうだよね、すごい、かわいい、袖のバルーンとかも超かわいいですね、ちょっと開いてない、中身がないと、こんなでもない、あ、アイスカートと、あ、どうしよう、このショット全然夏なんだけどね、下でね、あのタートルとか着れば全然行きますよ、あ、今そうだね、そういうのってありますね、あ、可愛いけどちょっと胸元パンパン、素敵よ、でも可愛いすごいね、でも可愛いな、これブルーベースだから、何でもいけるのかな、そっか、青の南席来ちゃったな、
またサロン行かなきゃ。クローナさん、あ、行けますかね。ということで今日は私のもう大好きな尊敬するスタイリストさんのセレクトショップあるインポートクローズのお店恵比寿です。ぜひ、あ、恵比寿と代官山のちょうど真ん中にあるんですよ。ぜひ探して、もしよかったらあの素敵なお洋服いっぱいあるんで来てみてね。バイ。